から始めよう。やれる一歩。はい。あっきゅうです。ゆずです。お久しぶりです。お久しぶりです。元気？元気だよ。って言っても一週間ぐらい前だ。一瞬だけあったね。一瞬だけあった。ちょっとふっくらした？うん、体重が変わんないけどふっくらした。顔だけって感じ？顔とお腹が太った。体重は戻ったね、もう。ガリッガリだったよね。まだ太んなさいって言われた。そんなに太れるならもったいないよ。空に取られちゃった。空に取られた。空でっかいもん。空でっかいの？でっかい。標準サイズででかい。うん、でかいと思う。この間も1歳ですかって声かけられたもん。父ちゃんにいたな。そういうわけで。散歩してないじゃん、中散歩。散歩してないけどね。ってんだけどね、なんかやっぱお店閉まってるし。ああ、そっか、まだなんだね、うん。少なくとも飲み屋さんはやってない。で、洋服屋さんもね、もうあんまやってないな、やっぱり。ああ、そっか。あの、キラーズさんとか、うん、ゴールデンウィークお休みにしてたし。で、ところで、中散歩。中散歩ね、あのついに100動画到達っていう。イエーイ。よ。ありがとうございます。ありがとうございます。ほぼほぼアッキュー一人で頑張った。最初の半年ぐらいは一瞬ずっとやったんだよね。で、そっから1年ぐらいだよね。ちょうど。コロナが始まったりとか、うん、いろいろ制約が入ったもんね。もうすごいね、やっと目標の100回ですね。そうですね、だいぶ遅くなりましたがだから倍できた可能性があるもんね。ね、うん、数ができたらね。そうだ、まあそう考えればまあよく、うん、よく頑張ったかなと。頑張ったでしょうとりあえずね、うん、なんかあんまりあの成績は芳しくないですが、うんいや、やったから、うん、とりあえず、ね、なんとか目標の100回は到達しました、うんうん、はいはい、こっからですね、じゃあまたね、うん、今まで絶対 毎週更新しないきゃダメみたいなやってたのね。うん、もうそこはちょっと緩くしていこうかなと思って。毎日あげればいいじゃん。死んじゃうわそれアッキューのルーティーンやれば毎日じゃん。え、誰が見たいんだよそんなの。見るよ、見るよ、みんな。誰も見たくないよ50歳の人どういう世界っていうのが見たい。あの半分だからゆずが子育て日記みたいなのやればいい。うん、やる。したら、うん、もう ほぼほぼノン編集でいいからそうね、うん、じゃあそれと今日の空の助、今日の空の助今日の空の助でいいいいじゃん、今日のワンコみたいな、今日のアッキューと空の助やるわ見た人いると思うんだけどな、50歳の50歳のおじさんのアッキューの美容法とかは一日色何、シカクリーム、ああシカクリーム、うん、再生回数いった？シカクリームで再生回数いかないけど、いかないのか。よかった。あの使ってみて、うん、自分がシカクリームのフェイスパックくれるって言ってたよ。誰が？あの姉が。あ、マジだ。あのアキューにあげたいんだって、そのシカクリームのフェイスパック、なんかよくわかんないけどある。うん、アキューにあげたいって言ってた。ああ、ください、うん、ください。そう、YouTube でやります。うん。あとね、そうそう、それもそうだけど、はい、おすすめのマスクっていうのも教えてもらった。はい、それも。あっきゅうに YouTube でやってほしいって。ああ、ぜひぜひ。仕事どうなのよ。ほら、お酒も出せなくなったでしょ、今回。ねえ。うん。厳しいよね。どうにもなんないよね。うん。あそこでさ、お酒。酒が出なくて音出せなくてってなったら何するのよって何するぼーっとしちゃうよみんな
面白いよね。無口になっちゃうよね。いいね。変な店。まあでも、なおちゃんのパスタ美味しいけどね。ああ、もう、あ、そっか。え、食べ物は出していいのか。うん、食べ物は大丈夫。なんかもう、なおちゃんだけ忙しいの。パスタ屋だね。パスタ屋。パスタ屋。パスタ屋相当美味しいよ。うん、なおちゃんのパスタ屋っていう店にしよう。なおちゃんサイズだから、しかもボリュームが半端ないって、うん、あ、じゃあいいじゃん、うん、そういうの食べたい人いっぱいいるよね。いっぱいいるよね。うん、だってあのパスタ食べに来るお客さんとかいるからね。うん、じゃあいいじゃん、やっていける。ぼーっとするだけじゃない。ただあの地下2階にさ、パスタだけになかなか入ってこないよね。入ってこないね。知ってる人以外は。確かに。美味しいんだけどな。中山パー。で、今までで、うん、なんか一番良かった、良、うん、かったやつとか、うんうん、思い出に残ってるやつとか、うん、今でもすげえ使ってるとか、うん、そういうのある。うん、思い出、一番行った店とかさ。行った店はやっぱ宿場が一番記念に残ったよね。あの確かにね、動画に残したことでね。そうなんだね。うん、まああれ以上の店ってなかなかないよね、やっぱり。ないね。共同で、うん、一軒良さげな店見つけた。おお、すごいじゃん、うん、共同いっぱいあるよね。さんと行ってきた。うん、いいね。共同でもね、うん、なんかほらちょっと高かったりするじゃん。うんうん、なんかね、そこそんな高くなかった。いいじゃん。うん、潰れたりし、美味しかったし、うん、であの魚系が少ないでしょ、どっちかっていうと。うんうん、お肉屋さんとか美味しいお店結構あるじゃん、あの焼肉屋さんとかさ。うん、うん、魚系だったんだよね、そこね。ああ、それ欲しいね、そういう居酒屋さんね。そうなんだよ、うん、宿場的な店だったんだよね、うん、そこは。ねえ、いいじゃん、うん、行きたいね。コロナ早く終わらないかね。そうだよね。うん、あっきゅうはその思い出に残る YouTube はあった？ああ、まあなんかいろいろガジェットとかもやったでしょ、うん、ガジェット紹介、うん、あれ見て、私結構買ってるよ。あ、ほんと、うん、あの充電器良くない？置くやつ買ったよ。置くやついいでしょ。いい、2個セット買った。あれさ、マグセーブ今、うん、なったじゃん、 iPhone は。うん、うん、あれが出たから、うん、あれの人ほらマグネットでくっつくやつがあるから、うん、それの方がいいかもしれないけど、うん、それまではあれベストだったよね。そうだね。だってさ、私あの斜めに置くタイプじゃないのを使ってたんだけど、うん、ちょっと外れると充電できてなかったりしたの。うん、あ、うん、そうだよね、うん、あれの方がいいよね。あのアンカーのがすごくいい。うん、いいよね。バイミーしょっちゅう言ってる。うんうんうん、あそこは美味しいよね。うん、テイクアウト、うん、美味しい美味しい、食べたくなる、うん、定期的に。で、店長さん頑張ってるし、いや本当いい人、うん、いい人だよね。毎回声かけてくれる、ちゃんと、うん、そういうの大事だよね。あのキラーズさん行くでしょ。うん、キラーズに買い物行くとあそこ前通るから大体、うん、必ず声かけてくれる。そっか、中散歩見てますよっていう、必ず。優しい。優しいでしょ。中散歩。このコロナが終わったら、あの、うん、ナンパチとか行きたいよね。ああ、行きたいね。うん。何気に美味しいよね。あそこいいよね。うん。量がちょうどよくない？ああ。なんかコロナで。ちょうどいいね。そう。一盛りが大きいとさ、いろんな種類頼めないけど、あそこはちょうどいいよね。うん、あそこいい。うん、あそこはもう鳥貴族に勝てるぐらいな。いや、勝てるよ。いや、でもなかなか鳥貴族には勝てないよ。それは値段でしょ。
なんかトータルバランスがやっぱむちゃくちゃいいのを取り気づくじゃない。でもナンパチがいっぱいあったら勝てるでしょ。いやーでもな、あの飲み物とかがさ、うん、やっぱり飲み物も全部290円っていうのが、うん、やっぱ取り気がすごいとこだよね。いいとこだね。ちょっと額呼んでみる。うん、呼ぼう呼ぼう。ガクの家はまだ行ってないの？ガクの家は行ってないな。家の目の前までをこの間行ったけど。セレブな家だった？うん、セレブな家だった。A few minutes later. 女の子増えてるっていう噂を聞いたんだけど、そうでもないんだ。そうでもないんじゃない？みんな聞くと男の子だよ。あ、そう。うん。ますますじゃあ女の子の需要増えちゃうね。めちゃ男ばっかり。戦争が起きんのかな、男ばっかりってことは。そうなんだ。でもまあコロナなんかもうちょっと軽い戦争みたいなもんだよ。そうだね。それでちょっと投下されるのかな。人口統制ができそうじゃない。うんね。そういうのも全部学に聞けば分かる。結構分かる。いずれは男っていなくなるらしいよ。ああ、必要なくなる。うん、あの染色体的にいなくなる。その人の格好を見るんだけど、うん、男性の染色体はどん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 短くなってくるんだって。だから女性の染色体しか持たない男性っていうのが増えてくるんだ。増えすぎてるからね、きっと。俺らは関係ねえな。でもね、それはね、もう2週間後でもありえる話なんだって。突然変異でそうなるらしいの。今までの歴史からして。こういう動物ももういるんだって。でもそんな時もう俺生きてないだろうな。いや、わかんないよ。人間は全部調べてないから分かってないだけで、実はもうそういう人は結構増えてるかもしれないらしいんだよね。男の格好してるけど女性の染色体を持ってるみたいな。もうだって俺なんかあの男だか女だか分かんなくなってきて。おばさんだなと思うもん、自分で。ノリがもう完全におばさんだから。おじさんだかおばさんだか分かんない。それもまあ一つのそういうのなんだって。進化の過程でそうなるのもあるし、生きている間にそうなるのもあるんだって。もうなんかだってこの辺のなんか感じがさ、おばさんっぽくない？こういうおばさんいるなと思っちゃった。おばさんでもおじさんみたいなおばさんいるもんね。うん、うん、で髪型もおばさん、こういうおばさんいるじゃん。いるいる。ああ、おばさんだなと思って。面白い。なんかスーパーでさ、買い物するときにさ、うん、袋をさここでかけちゃうんだよ、どうしても。こうやって持ってこうやって。おばさん持ち。おばさんっぽくない？うん、おばさんっぽい。おばさんっぽくて嫌になっちゃうよ。いいじゃん。なんかおじさんっぽくもねえんだと思っちゃう。おじさんにもなれない。そうやって、アッキーは進化してるんだ。面白いね。やってることが大体おばさんだしね。主婦だもんね。うん。スーパーはしごとかしちゃうからな。主婦。主婦より主婦らしいよ。大関ができたんだ、そういえば。ああ、いいね。共同に。府中の駅前も大関あるよ。あ、そうなの。大関だんだん広がってるね。あとね、行数ができたらもう最高。ああ、行数ちょっと行けばある。行数がないんだよな。なんか できたらしいんだけど、ちょっと、うん、今から行く歯医者の近くにあるから。ああ、いいじゃん。行ってみようかな、帰る、うん、さあ、そして俺が歯医者に行かなきゃいけないからね、そろそろ、うん、はい、ところで学校内ね、うん、あの歯間ブラシあるじゃん、歯間ブラシっていうかあの糸用紙、うん、こう U字になってるやつ、うんうん、あれでやっちゃったの？あれで毎日最近やってんのね、うん、やりすぎてポロッと取れちゃう。やだー、マジか。うん、びっくりした。やりすぎちゃったんだ。あのカルシウム不足で歯が折れちゃったと思ったのね。うん。で糸ようじごときで歯が折れるってさ、相当やばいじゃん。う
やばいね。あ、死ぬなと思ったの。うん、死ぬ死ぬ。骨が弱すぎて、うん、これはもう死ぬなと思って、こんなくらいでは歯折れちゃうやつはもう死ぬと思って、うんうん、ペッてやったら、あの、うん、金属片だったから、うん、あ、よかったなと思って逆に。本当、かぶせが、うん、そう、かぶせが取れただけだから。取っただけだったんだ。うん、A few minutes later. というわけで。というわけで。はい、中散歩。中散歩、これからも頑張っていこうと思います。はい、コロナが明けたら、うん、中散歩、うん、散歩下北の今まで行った、うん、本当の中散歩ね。美味しいところ、うん、まあ、ゆずもちょっとずつビール飲みて、もういいの、ちょっとだけ飲む 100cc ぐらい、まだまだだね。それまではアッキューのルーティンをぜひ見たくねえ、見たいよ。まあ、あの、ゆずの子育て日記と、うん、いろいろやっていこうと思いますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。最後まで見てくれてありがとう、はい、おりごとありがとう、ありがとう。最近それだよね。ありがとうオリゴ糖。ありがとうオリゴ糖。トム・ハンクスセックス。ジョイマン息長いね。面白いもんだってやっぱり。あと陣内っす。陣内。ああ、陣内はコントだよね。陣内ね、実はむちゃくちゃ面白い。あとニューヨーク、ね。ニューヨーク好きだよね。ニューヨーク大好き。レバーのやつとか面白いです。イケメンボーカルユニットっていうコントがあるんだけど、うん、相当面白い。うん、このか見とく。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。それでは中散歩でした。中散歩でした。またね。